どうもはい何新しいその眼鏡どうですかこれだってあなた目いいわけでしょ私すごくめいいんですけどちょっと私って見た目ちょっとチャラチャラしてる風イメージしっかりしたお嬢さんだと思いますけどなるべくなんかそういうイメージがあったんで今まあのこの番組ではちょっとそういうイメージをガラッと変えたいなあなるほどいや非常にいいと思いますなんか学校の先生っぽくていうねなんリンくっていうあ全然オッケーですオッケーですそうなの <laughs> そういういのメガネ新しいのこれもいいけどなんかもうちょっとこうらしいのを作りましょうかねあ本当ですか番組の費用であぜひよろしくお願いします、はい、番組の経費で作りたいと思いますは、ね、い楽しみですはいーリン今回ご紹介する端末は NTT ドコモブラックベリーボールドまずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 114mm 幅 66mm 厚さ 14.2mm 重さおよそ 137g2.7 インチハーフ VGA 液晶 480×320 ドット有効200万画素カメラ マイクロ SDHC メモリーカードとなっております世界で使われている話題の端末がいよいよ登場ですハイスペックでかっこいいスマートフォン私も使いこなしたいはい携帯ピックアップです、はい、今回の端末はドコモのプロシリーズのブラックベリーボールドですはい、はい、カラーはこちらの黒ブラック一色のみとなってますです ちょっと不具合があってしばらく販売は停止していて4月に販売が再開されたんで前からやりたいなと思ってたんでちょっとご紹介することにしましたドコモのプロシリーズの中今までもプロシリーズいくつか出てるんですけれどもスマートフォンの一種ということになりますけどスマートフォンってスマートフォンってこの番組でバックナンバーであはいはいはい あの紹介してますね先生ああいうその、まあ、カスタマイズできる、はい、形態といういい意味だと思ってください、うん、で、えー、ちょっとまあ実際こういう、ね、形してていわゆる、まあ、ストレート型のデザインというべきなのが、まあ、本当はストレートっていってもっとまっすぐな細長いやつなんだけど、うん、それなりに幅のあるデザインで、うんうんはい ディスプレイがありその下にトラックボールと、えー、そこの下にフルキーボードがあるーーまあ、ねうん、こういう構成のデザインになってますけど、うん、これなかなかあんまり見たことないですね,ないですねさすがに、ね、初めて年目じはないですよねそうはいつですねもう国内ではいくつか過去にこういうタイプの携帯はいくつか出ていてこれはノキアの E61 というノキアブランドで、うん、多分去年の春ぐらいとかにはちょこちょこ出てて僕も結構使ったんですけどこれは国,内国内でこれちゃんと日本語のモデルで普通に使えます ソフトバンクのカードを挿せば普通に使えます、うん、えどっちでも使えます<ー>でその後これと全く同じものがソフトバンク向けのモデルとしても出てるんで、うん、そっち側はまあソフトバンクのものでしか動かないですけどもこれも出たことがありますその場合以外にもこ,うこれは Windows モバイルの端末ですけども、はい、X02HT という型番ですがこれもやっぱフルキーが付いていてここに方向キーとまあ決定キーが付いてるこれもやっぱりパソコンの配列のクワ、えーティ配列といいますけどもこの配列のものなで こういうのは実は過去にもいくつか出ていて、はい、じゃあ出てきました、うん、で、まあ、これはじゃあこれが後から出てきたから後のものなのかっていうと、まあ、どっちかというと実はこっちが真打ちみたいな<ー>本命中の本命が来ましたと実はブラックベリーは他のスマートフォンとちょっと違うところがあります、はい、これちょっと難しいお話なんですけども、はい、前あのスマートフォンの話した時にスマートフォンはいろいろその自分でソフトを入れてカスタマイズができます っていうのがまあ一つ売りですっていう話がありました、はい、でもブラックベリーはちょっと中身が違っていてちょっとそれをです、ね、まとめたフリップをです、ね、ちょっと作ってみました、はい、まずあのこれは法人向けのものとして出ているものを図にまとめてみたんですけども、うん、実はあの会社で使っている人たちって、はい、会社でパソコンを使っている人たちってグこれは何かっていうと例えばなんだろう例えばはっちゃんと会社安さするんじゃないですかそうすると、はい、僕は例えば外出している時に法人さんにちょっと。 明日3時から会議入れたいんだけどと思ったら、はいはい、森さん電話して話、うんうん、っていうのもあるんだけど実はそうじゃなくて、うんだろう共通のソフトウェアでそこでハツちゃんがこう3時から会議とか入れると、はい、僕が外出先で3時から会議やってるのはすぐこう例えば自分の携帯電話のスケジューラーに入ってくれれば便利じゃないですか。っていうのを実はやるための仕組みが実はブラックベリーのできる強みなんですよ。えー、そののグループウェアとそのブラックベリーのシステムを使って で実はこのブラックベリーボールの,その端末に対してさっき言ったようにここでハッシがスケジュールを入れるとこういうふうに経由して自動的にここにスケジュールが入ってくると。でもちろんメールも今までだと例えば普通のドコモのメールとか、うん、あるいはまあソフトバンクのメール、うん、AU のメールもそうですけど基本的に端末に直接届くんだけどそれぞれみんな。 どこも NEJP とか EGMNEJP とかみんな専用のアドレスや、うんはいはい、ね、うん、ところが会社のメールって基本的にまあインプレスだったら例えばインプレス COJP とかはい、はい、なんかどっかの会社でもなんとかかんとかドットコムとかなってるじゃないですか、はいうん、そういうメールアドレスって受け取れなかったんですよね要するに携帯に提唱、はいね、するしかなかったんだけどうん、うん、ブラックベリーはこの人たちのシステムを使ってこっち側のこのブラックベリーのインフラストラクチャーとかこういうのを使ってここの端末に会社のメールが直接届くという仕組みが実は、えー 使えるんですよだからどこも NEJP じゃなくて、はい、なんとかドットコムとかなんとか COJP がここにバンバンメールが届いてくれると。うん、というのがあって実は海外では、うん、特にアメリカではもうこれはもう絶大な人気を持っていて。あのオバさんが、うんはい ホワイトハウスに俺は持ってくぞととい、うん、いうぐらいもう大好きと、うん、このモデルかどうか分かんないけどもまあ多分まあこのシリーズブラックベリーのシリーズを使いということなんでちなみにとある有名なハリウッドスターがハリウッドの近くでこう電話をしながらですね車を運転していたらお巡りさんにこれこれ運転しながらはダメでしょって言われて怒られた時に持ってたのはこれだったらしい、うん、その人はどっかの会社のえっとキャラクターもやってたらしいまあまあそうっていうぐらいもう本当にみんな使ってるもう。 もう特にアメリカはものすごい使ってる人が多いと、うん、でところでじゃあ日本の人にとっては何が嬉しいんですかと、うん、だってはい、はい、日本のユーザーにとっては別に、うん、俺の I モード直接メール届くし仕事のメールも俺どこも NEJP なのよっていう人もいるでしょう、うん、でもやっぱり会社のメールどうしても受け取りたいって人やっぱりいるし、うん、僕らが仕事してる中でいうと例えばインプレスのスタッフもそうだし僕自身もそうだけども、うんはい、やっぱりパソコンのメール普段プロバイダーで使ってるメールとかあるいは自分のその。 取ったドメインのメールなんかを受け取りたいうん、うん、外資的にも受け取りたいっていう人がいるんでやっぱそれを実はこれでは設定をすればいちいちあの受信動作をしするんじゃなくて直接ここに届いてくれるんで、まあ、それが非常にいいでしょうで実はメールアドレスも1個じゃない、はい、最大10個まで取る10個までできるんだだから普通の例えば会社もあればプロバイダーもあればオークション用に別個にアドレス取ってますとかうん、うん、いろんなのを全部こういう登録しといて。 えー、全部こここ届ききまますすとということもできますと<台>ただちょっと弱点もあって、うん、メールたくさん届くのはいいんだけど、うん、迷惑メールも全部届き取、ね、っちゃ,しちゃうんでん、ね、そこはちょっと工夫をして、うん、Google がやってる g メールというシステムを使ってもらうとそこで迷惑メールが少し 売り分けができるんで、まあそれを使って受信するようにすると、割とまあうまく運用できるかなというところだと思いますね。もちろん普通のいわゆるなんだろうブラウザ、例えばホームページ見るためのブラウザもついてるんで、例えば携帯うちのホームページも普通に見ることができるし、もちろん音楽も聴けるし、映像も見れるし、まあワードとエクセルとパワーポイントの文書ここで見る機能もついてますので、まあ一応だからまあビジネス。 あそうそうそ,う,そう,もうお仕事する人には一通り、ね、あの育ってるとで従来のブラックメディーのシリーズの中ってのはどっちかとも仕事仕事仕事だったのが今回のモデルは実は結構音楽が、はい、実は iPod でおなじみというか、はい、Apple の、はい、iTunes と実はデータのやり取りができたりとかはい、はい、Windows で使っている人は Windows メディアオーディオで。 音楽管理するる人もいるのでそれをここへ転送することもできるしあるいは自分で録画したなんかテレビ番組とかをちょっと容量はでかくなるんだけど変換してここへ入れてここで映像を見ることもできるし結構いろんなマルチメディア系も実は充実してるんでえかなりいいと。 でまあ、そういう意味で言うと今まで例えばパソコンを持って外出先で、えー、会社のメール見たいなと思ってうん、うん、パソコン出してご集無線 LAN とか,なんかデータはい、はい、カードつないだり、はいね、携帯つないだりして、うん、通信してる人いるでしょ。うんうん 別にに会社にいなくてもも<う>外でで仕事ができちゃうとそうだから割とね目的としてはオバマさんの話もそうなんだろうけど、うんはい、オフィスにいる時のパソコンを使っている状態をできるだけここの中にうまく再現するようにして、うん、それを外資先に持っていくとでその時にいちいちパソコン出して起動して何とかしなくても。うんはいはい これパッと開けばこれで何か一通り分かるでしょうということで実はスケジュールも入るしもちろんアドレス帳も入るし一通りのことはできますんでそういう意味では非常によくできた端末だと思いますあの私も例えば僕の携帯をね使うとしたらどんな感じで使いこなせると思います段 こうもらうそのいろんなところからじゃあ今度こういうところでまあモデルさんしてくださいとかそういう仕事の連絡って実は電話もたくさんあるけどかなりメールがあるとそうですねほとんどメールですよねでそれを要するに お家に帰ってパソコンで受信してっていうのがいいのかそれともその携帯のなんのとかドコモ n j p がいいのかなんか仕事らしいなんとか COJP とかなんとかドコムみたいなんとかドットネットでもいいけどメールアドレスがいいのかって考えるとなんか仕事っぽいメールアドレスで仕事をしてでここに届いてくれる方がそういう意味ではまあ 幸せだしそこそこまあ何だろうみんな携帯のメールだけで OK っていうなてちゃんとした仕事のメールが来ますよっていうのができるというのがあるもちろん外出先でパソコンいちいち女性の方がね最近ネットブックとか出てるんで持ちやすくはなってるけどもなかなか持ってくのは大変でしょ特にモデルさんのお仕事とかと衣装を持ってったりとかお衣のところ持ってたり道具が結構多いからパソコンも持ってってたら大変じゃないですか。うういのはこれ一個で まあ,ある程度のところまではできますから普通の人の仕事にも役立つし結構まあ何だろう割とバリバリやる人にもと、OK、なく僕のお友達の中でよく言ってるのはネット世代向きのスマートフォンであってネットワークと連携するインターネットと常につながった状態でえまあお仕事をする人には結構向いてるかなというところですねで実は結構そう話してみるとちょっと実は今スーッとお話をしましたが非常に大事なことを一つ <laughs>、はい。 気にな忘れてました忘れてますはいそれ何でしょうマニマニお金お金お金はいゃあ端末自体はまあ、えー、まあ5万6万まあいくつかその販売店って多分値段は違うんですけどもはい、はい、安く購入サポートで少し安くする方法もあるんですがそれよりも大事なことは<あ>実はさっき言ったように<あ>ずーっと通信してるわけですよこの人そうだよねこの,この図で言っちゃうと通信料だよ実はここでずーっと とここのが常に繋がってる状態で実は仕事をすることになるんでけ電が実は。ってしまう,って,いうっていうのが実はあって、うん、だから海外ではそのセレブな人たちとかビジネスエリートって人が使う要するに<ー>お金のことはもう俺は糸目をつけんぞぐらいの人が <laughs>、えー、使うのが主流ですとでそれにさらにプラス普通の人もちょっとずっと使い始めてるっていうのが実情らしいんですが。はい 日本は幸いにして、はい、散々もうドコモはいろんな形でそのパケ,ホパケ放題とかパケ放題ダブルとかやってますんでこの端末もですねビズ放題ダブルというプランが用意されてますほとんど中身はパケ放題と同じだと思ってくださいだからそれを契約してもらえれば、はい、このこのこの冊子のね この冊子のこのこ,こ,です、ね、このドコモのブラックベリーのこのカタログのここにもちょっと書いてあるんですけれども、うんはい、一番安いタイプ SS バリューでファミュアリマックスつけると月額980円でした安<い>それにこのブラックベリーのこのサービスを利用するためのブラックベリーインターネットサービスのを使ってもらわないとさっきの,そのずーっと通信するというのができないのでまずこれがえと月額1575円さらに、えー、ビズ放題ル定額制が えー、下が1,029円上が5,985円なんで、うん、最大8,500円ぐらいあれば。 もうこれで一応,一応もう通話以外の部分に関してはほぼカバーできるということで、まあ、高くはないですよね結構普段携帯でそれぐらい使ってるわけだし、うんねね、当然のことながらあの2代目として、ね、例えば普段の携帯は携帯と申しつつこれを使うっていう方法論もあるし、はい、もちろんこれ単独で行けるっていうのもあるんでその人なりの使い方だと思いますけれども、はい、普通の携帯とほとんど変わらない金額で、まあ、日本は幸いにしてそういう意味ではまあ、うん 料金プランができてるんで、うん、使うことができますということなんで、うんえー、まあ個人的にはなかなか僕は非常にいい為替ではないかなと思います。結構おすすめだと思います。